時間足りなさすぎでしょ。プリ姫が始まるよ。最後まで見てね。みなさんごきげんよう。対決今日は、はい、今日は絶対に笑ってはいけないモノマネ対決。はい、やっていきますよ。よい今回ね、笑わせることが目的です。そう、モノマネで笑わせてもいいし、一発ギャグで笑わせてもいいし、面白いこと言って笑わせても OK ということで、はい、はい、ルールはね、こちら紙コップをそれぞれ用意しました。はいはい、みんな見せて。パパコ紙コップだよ。ひみちゃん紙コップだよ。おうくん紙コップだよ。後ろどうなってる？真っ白。おろ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 ちょっとパパそれ。はい、こちらにそれぞれね紙コップ用意しました。これでね、口の中ねいっぱいね、うんうん、お水を含んでください。はい、そして3人いるけど1人ずつね笑わせることをやっていきます。そして、見ている2人がこう吐いたら負けっていうね。そう、負けないよ。さあ、今回の商品は豪華ですよ。うる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 、はい、うる、好きなものを1個買います。好きなもの1個さん。いや、意味わかんない。どんだけ、なんだけ。違う、好きなもの1個、うん、1つだけです。いや、そうです。例えばさ、物じゃなくてもいいんだよ、ゲームじゃなくても。またね、いろいろなんか行きたいとことかあったりさ、ここ行ってみたいとか、うん、ね、奥もここ行ってみたいとかあったら、もし奥にワンちゃん飼いたいって言ったら、奥アスレチック行きたい。アスレチック行きたい。アラームをセットします。はい、そのアラームがピピピって鳴ったらモノマネスタートということで。はい、オッケー、はい、これでスタートーって、うん、はい、タイマーをね、5秒間にセットしました。で、押してから5秒後にスタートですね、アラームが鳴るから。うん、けど、いつ押すか分かんないよ。わかる？うん、いつ押すか分からないからね。うん、まあね、0100っていう感じでもいいよ。最初こう0%で、始まってから 100% とか何やってもいいです。テンション 0% が一気に 100% になって笑わせてもいいし、モノマネで笑わせてもいいし、面白いことをやったり言ったりして笑わせても OK です。しかも小物を使っていいです。家の中にある小物をね、いろいろね見てきて、それを使って笑わせても OK です。いいね。はい、あ、もう思いついた。もう思いついた。パパもうちょっと考えちゃったよ。あ、思いついた。誰からやりますか？パパからどうぞ。え、いいの？パパ勝っちゃうよ。合計で何回かやって得点が高い人が勝ちっていうことで。うん、じゃあ1人何回ずつやろうか。じゃあ5回にしよう。5回 OK、うん、OK。 笑わせるタイムは1人30秒にしよう。はい、ね、で、始まったらこうピッと押してね。うん、 OK。 ではいきます。え、パパから、うん、じゃんけんしようよ。最初はじゃんけんパイ。はい、じゃんけんパイ。はい、しょ。私、え、ひめちゃん好きな順番選んで。あ、そういうこと。うん、え、じゃあ私、はい、ちょっと小物準備したいから3番。はい、あ、OK。 はい、おうくん、あ、パパか。じゃあパパ2番。じゃあおうくん1番。はい、まずはね、おうくんからいきます。うらー、ひめちゃんはお水を口の中に含んで、うん、こっちでやるからね、こう向きで、うん、ね、下にこのビニール袋用意してます、うん、これをこうやって口の中のお水を吐いたら、おうくんのポイントになります。だから合計、1回戦あたり2人を笑わせることによって2ポイント、1人だと1ポイント、うん、で、5回やるから最大10ポイント獲得できます。お、はい、じゃあ、おうくん準備はどうですか？オーケー。よーし。あのネタいくでしょ。ちょっと OK。 分かったよ。じゃあ、おうくん、お願いします。お願いします。じゃあ、ひめちゃんとパパ準備するよ。はい、お口の中に入れて、で、ピピピってアラームが鳴ったらスタートね。 OK。 ちょっと飲んじゃった。いきますよ。口の中入れた。うん。モノマネフラダンス。楽しい。
た。オッケー。はい、王くん。面白かったけどね、まだね、服までいかなかったね。そうね。あの、王くん、あの、てれんて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 れんっていうダンス。フォーって。フラダンス。フラダンスってそういうダンスだっけ？フォーって。フォーって。ね。もう一回やってみて、ちょっと。てれんて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 ん。結構激しい。ね、結構激しいフラダンスでした。はい。じゃあ次パパ行くね。どうぞ。次パパ小物を使います。お家の中にあった小物。おうおう、いいよ、いつでもいいよ。あ、ピンク色、黒色、ピンクの黒のピンク色。そしてトゥントゥン、黄色と青でミニオン、ミニオン、黒とピンクのミニオン、黄色と。あ、まだ時間ある。フラフラダンス、フラダンス、トゥントゥン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 、トゥン、ミニオン、はい、トゥントゥン、はい、トゥン。よっしゃよっしゃよっしゃ、耐えた耐えた。うわぁ、うまいことやると。ミスって結構結構きついね。ちょ、なんかくそ、最初の方はあんま笑えなかったけど、うん、なんか後半が良かった。急にフラダンスの方が面白かった。うん、これミニオンダメ。ミニオンダメ、これこれ使えると思ったんだけどな、これで。なんでそう思ったの。ありがとうございました。はい、じゃあ次は私行きます。はい、はい、こちらね、得点ボードも用意しましたよ。はい、はい、ピンク色が姫ちゃん、青が王くん、緑がパパです。はい、はい、さあ姫ちゃん、得点を取ることができるのか。はぁ、用意します。パスコに悪くないけどね。うん、いくよ、うん、スティキーフィンガーズ。頭見て、うん、あー、死よー。はい、食べました。どうだった。面白かった。あの、スティッキーフィンガーズ、ジョジョのあのブチャラティの技じゃん。そうで、スティッキーフィンガーで中に入れたパパがいるんでしょ。影のパパが、パパラティ、パパラティ。それからさらになんかね、あのやられてたらもう吹いてたかも。うわー、あんまりこっちね、こうやって来ても大丈夫だよ。ね、そう。はい、次、オー君。はい、はい、1回戦目終了しましたが、誰もポイント獲得ならず。うん、これじゃあみんなめっちゃ面白いって言うよ。あ、ほんと、うん、よし、オッケー。はい、じゃあ準備してください。はい、オッケー。お塩様もね、なかなか良かったけどね。王くんもうハーハー言ってんじゃん。王くん大丈夫か。疲れた。めっちゃ光…それ光らせてた。え、光ってた。光ってない。光ってたら光ってたら、ちょっとポイント高かったね。うん、はい、ということで王くんありがとうございました。お世話の直接でした。はい、はい、続いてはパパ行きます。うん、
パパあるもの使います。お題パパデレラルル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 だだ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 よーしよーし入ったね。今ね、うん、今違う違うよ、あの時間経って時間経ってから入ったからけど、あのダメだよ、止め終わるまで OK ということでよーし、ダメだよ。いっぱい来た。違う、僕が止めた後ちゃんと私入ったよ。ダメだよ。ほんと、ほんと、うわ惜しい。今の最後の出るの今ね、あのブレンドだからルラ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 って作業員か。それがもっと最初に来てたらもっと早く来てたらくそー、惜しいな。ちょ、二人ともめっちゃ我慢してるでしょ。うん、くそ最後までやられた。今のいけると思ったんだけどな。はい、次ひめちゃんどうぞ。うん、はい、それではひめちゃん準備いいかな。じゃあ、はい、行きます。うん、うん、お嬢嬢嬢嬢嬢お嬢嬢嬢嬢嬢おじいお嬢嬢嬢おじいお嬢嬢嬢お嬢嬢お嬢嬢嬢嬢お嬢嬢プラッシャー、お嬢嬢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 お嬢お嬢嬢嬢嬢お嬢お嬢ワールド、あかん、余裕余裕、これ壊れそうなんだけど。余裕、ジョジョのテーマソングに合わせてきたね、お嬢嬢サンだね。ね、なんかこう、なんかそこで起点があったらなんかこう笑ってたかも。流れをこうカラッと変えれば面白かったかもね。あ、甘いな。 20% ぐらいだったよ。僕 40% 40%? うん、ひめちゃん今のこのお嬢嬢やったのはちょっと恥ずかしかったでしょ。いや、そうだから大丈夫大丈夫、うん、そっか。じゃあ次、おくん、どうぞどうぞ。今ね、2周目終わったんだけど、うん、まだね、誰も得点ゲットしません。あー、なかなか厳しいね。うん、ふん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 、これなのはね、今さ、奥君、あのもう最後の方ゴリラじゃなかったよね。もうお猿だったじゃん。キーキー言ってたぞ。はぁ、奥君なんかいつもハーハー言ってるね。疲れた。奥君大丈夫か。ハーハー言ってるけど。じゃあ次パパ頑張ります。笑ってたじゃん。頑張りますよ。はい。次パパ何も使わずいきます。はい。猫が降ってきた、猫が降ってきた、やばいやばい、助けないと助けないと、猫だ猫だ、キャッツ。パパが降ってきた、パパが降ってきた、パパが降ってきた、あダメ今の。なるほどね。なるほどね。え、奥吐いた？うん、あの吐きそうになった？うん、うん、ダメ。
40%。 ひめちゃんは45%。 私も45%。ダメか。ね、不可能。なるほどね。いいね。次、頑張ります。はい。次はひめちゃん。うん。はい、ひめちゃん準備しております。いい？うん。準備いいですか？OK。じゃあパパと僕も準備するね。うん。うん。うん。懸命さがね、もうあの初っ始めから伝わってきたの。だってもう鳴らしながら歌いながらもうなんか拾ってんじゃん。ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイトゥーユーって。しかもそのサザエさんでさ、それ関係なくない？サザエさんいつ来るのいつ来るのと思ってた。そっちだったじゃん。そっちと思って。ないよ。しかもあの何これ、オークが書いたバーレリアン、バーレリアンだったじゃん。一枚目最初どれ出した？最初にね、可愛いオークンだよね。そう。で、次バーレリアンで、ね、で、そのオチがね、はい。ギャルオークン。私の変えたオークン。そういう時に来た。可愛いって。これやばくない？ね、オークンそんなブスくないよ。はい、やった。これもう姫ちゃん。ね。ゴール来たな。来たね。ごめん。2ポイントね、ひめちゃん、うん、やべえ。これもう3周目終わったよ。え、もういいよ。うん、どうか近く。いや、まだわかんないよ、ひめちゃん、これねえ、待って、パパの嘘にズボン。だけどこれ、私が全く笑わなければ OK ですよ。そうよ。頑張ります。え、次は OK。 はい、OK、 頑張ってください。何もなし。その、音がまた面白いね。ちょっとパパ、ビニール袋変えるね。めちゃめちゃになったから。はい、用意しております。じゃあ準備 OK？ うん、パパも準備するよ。太陽が出る歌にーきから聞いたまで上がってくる、聞いたから東まで下がってくる、わかるよ。今の歌何？え、太陽が出てくる歌の西。西から聞いたまで上がってくる。めっちゃ声でかくて元気だったね。やばかったよ。それ太陽が昇るの逆から言ったんでしょ？うん。それであの太陽あの西から昇るのはいいけど東に沈むんでしょ？そっか、東からまたさらに南ってあるの？南から西ってある？ない、ない。はい、オークありがとうございました。ありがとうございました。太陽の歌でした。はい。次、パパ行きます。はい。はい、次、パパ4回目は、こちら、うん、ピーチ味のね、炭酸ジュースを使います。OK。準備して。まだ誰にも見せたことがないパパの特技。プシュって言ってね。炭酸飲料を飲んで一気飲みしてゲップが出ない男。
ブーちょ、待って、鼻から出てた。ブー時間足りなさすぎでしょ。なんでこんなに早い。10秒ぐらいでした。いやいや、なんでこれ、なんで早いの。30秒だから。ちょっといいところでこれなりすぎでしょ今の。え、何やすかったの。で飲んで、リップをしないって言ってガーッと飲んで、うーとか出そうと思ったんだって。あ、けどもう半分ぐらいまで行ったらもう頭キーッときて、いってーと思って無理になって、はぁってなったらビビビってなったの。じゃあパパ0ポイント。はい、姫ちゃん、この勝負、姫ちゃん4回目じゃん、これ2ポイント取ったらもう勝ち確定だよ。1ポイントでも取れば、ああ失礼。今出るの。失礼しました。よーく。はい、続きまして姫ちゃんの4回目です。はい、ビニール袋も持ってね。いきますよ。姫ちゃんありがとうございます。イーシーボード、あのね、すごくできてるね。にゃんこ大戦争をそれ絵描いて再現したんでしょ。そう、すっごっ。わんわん。すごい、みんなに見せて。すごいね、にゃんこ大戦争のキャラでやったんだね。そう、姫ちゃん得意分野でさっきから攻めてくるね、絵描きでね。今のところ姫ちゃん1位です。はい、次、オウくんの最後、ラストいきますよ。はい、これでポイントを取れなければオウくんは負け確定です。うわ、それではオウくん準備はいいですか。はい、ごめん。イエーイ、1ポイントゲット。あの、54キロって何。どこから来たその数字。しかも150キロよ。で、ブッて、なんでカッパが150キロもあるのと思って、一気に太りすぎでしょ。はい、じゃあ奥1ポイント。イエーイ、私が一緒でちょっとやばかった。はい、姫ちゃん2ポイント、奥1ポイント。はい、やばい、これでパパポイント取れなければパパの負けかけたいです。よし、頑張ります。はい、それでは私はラストチャンスいきます。うふっ、お腹が痛い、誰かが病院からからお腹痛いんです。どうした、どれどれ見てあげよう。これは緊急手術が必要ですね。え、私そんなにヤバいんですか。とってもやばいぞ、すぐ手術だ。どんな手術ですか。脂肪吸引だ。あ、やっべえ。まだ止まってない、止まってない。西から北へと登っていく。行くわよ、まだ止まってないからどんどん行くわ。
どうでした今のひめちゃん。ひめちゃん吹いたよね。うん、よし。パパいっぱい。同点だね。どこで吹いた？脂肪。脂肪吸引。うん、はい、ということでね、もう5回目ひめちゃんあるんだけど、うん、2ポイント。それでね、パパとオくん終わってて1ポイント1ポイントなので、ひめちゃんの勝利です。やった。あの、オくんのあの絵がやばかったね。お誕生日の一生懸命さがれ伝わってきて、始まって焦って一生懸命さ、あの、ハッピーバースデーという歌いながらさ、うん、ね、準備してたのが面白かったです。やったー。はい、ということで終わりです。はい、ひめちゃんの勝利。やった。何でも好きな。そうよ。もう一つ。そう。じゃあひめちゃん何かない？特にないから。はい。好きなものどうぞ。え、ないの？そう、特にないんだよね。うん。あ、じゃあ、うん、なんか王くんに何か買ってあげよう。え、マジ？うん。王くんにあの何でも好きなものを買ってもらえる権利をあげちゃう？マジか。ひめこが優しく育ってから。欲しいもんないし今。何もないんだけど、本当に。マジ、うん、何その顔、何その顔。じゃあ、オーク何にする？ひめちゃんの優しさ、もう流れ的にひめちゃんからオーク、オークからパパだよね。パパにあげるとかって流れ的に。じゃあ、あのパパ、ひめちゃんに、うん、あれ、あの可愛い人形をあげる。優しい。恩返しじゃん。優しいわ。恩返しじゃん。すごい、二人とも優しいじゃん。じゃあ、オーくん、今度、あの、可愛い人形買いに行こっか。うん。ね、姫ちゃんにあげよう。うん。うわ、ありがとう。二人とも優しい声で育って、パパ嬉しいです。ありがとう。パパは？え、パパ、なんかちょうだい？はい、今回ね、この辺りで終わります。はい、はい、あるの？ないです。え、あったよ。何？車。え？ああ、はい、降りますよ。ああ、ごめん。今日は誰が一番みんなのことを笑わせられるか対決でした。はい、面白かったね。うん。初めてやったんじゃないこれ。楽しい。ね。楽しいです。さあ、こうやってやる。これさ、水だったからよかったけどさ、コーヒーとかコーラだったらもう地獄だね。飛ぶぞ。どうでみんな。飛ぶぞ。ね、飛ぶぞやればよかった、ね。ああ、確かに。また次回リベンジします。はい、ドリンク商店ようこそ。いけありすぎまんって言いたい。今のとつくなよ、ぶっちゃか。またね、バイバーイ。天使だろう、キーたまで上がってくる。正解はみんな分かったかな？